今回は昭和レトロなトンネル、あずまず移動、大原ず移動を訪ねます。見えてきました。周りは普通の住宅街ですね。最寄り駅は京急の南太田駅です。保土ヶ谷駅側のトンネル口です。1928年7月完成。全長254メートル、高さ 3.62メートル、幅 2.44メートルです。水道管敷設のために作られました。上は清水ヶ丘公園です。異世界ですね。よくロケ地になっているようです。人が2人ぐらい通れる幅です。雰囲気がおっぱまの向坂津移動とよく似ています。南側校門、結構水が出ています。横浜市認定歴史的建造物です。そこまで古くは感じませんが、95年近く経っています。南太田方面、四角色のレンガが珍しい。あずまず移動に行ってみます。1930年に完成。大原ず移動とデザインが似ています。
兄弟トンネルと呼ばれています。こちらは大きくて車が通れる大きさです。全長 168.7m、 高さ 6.3m、 幅 5.7m です。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。